今週の木曜日から7月に入りますが県内ではその7月の上旬から各国の事前合宿が本格的にスタートしますこちら県内で事前合宿を開始する時期をまとめました来月の5日には袋井市にアイルランドの陸上など10の競技の代表チームが8日にはフランスのテコンドー代表チームが静岡市に入る予定です一方事前合宿の中止を決めた国も相次いでいます 静岡市はススペインンンののバドミントとンとモーリシャスの柔道など7競技を中止としていま,すまた、浜松市では当初、ブラジルの7つの競技の代表チームを受け入れる予定でしたが、柔道など3つの競技に縮小されました県のオリンピック・パラリンピック推進課によりますと、中止した理由の多くが、日本国内の新型コロナの感染状況が影響したということです。